こんにちは、キミアイのルルです。エルです。ネクストワンのノアです。じゃあ今日はキミアミの楽曲理解度テストということで、今から今日は3問出題していきます。みんな携帯で曲聴いてもらってもいいんで、第1問デデン、テーマ曲で君やみ以外の曲が流れている部分があります。それはどこで何の曲でしょうか。聞こうぜ聞こうぜ、テーマ聞こうぜ、絶対カットしちゃった。曲聴く時間マジ不毛不毛不毛絶対そんなことどこじゃないけど絶対飛ばした方がいい。わかりません。わかんない。ヒントをください。ヒントをください。じゃあヒントは、オーバーザレインボーっていう曲です。オズの魔法使いや。そうわからんかった人らの考え。第2ヒント、なんと歌詞が関係してます。セッコーそれだよ。これはもうこれはもうそんなん、おばさん分かりました。わかんない。これはもう立ち角です。立ち角です。立ち角もう。虹の川の赤い言うてる。え？オーバーザリンボー。オーバーザリンボーって合わせて作るで、どこでもどうなる。これが好き。虹の川の赤い言うとった。うん。見てた。片手。外人。でも、ほら、人間のキャラと今違う。違う。似てるだけだから。メロディーですか。困ったもんだ。そのメロディーをちゃんと合わせて歌ってみて。どこ使われとるか分からんもんね。聞こえんもんね。虹の彼方。のーってやっ、にーか、うん、そう、たぶんそこなんじゃ。でも聞こえるもん。コロコロ好きよね。あ、そうですよね。これじゃない。でも、でも、わからん。わかった。そういうことや。わかった。わかった。お前わかってないやろ。キーまで一緒なんじゃないかな。キーまで一緒ですね。ですよね。わあ、どうしてもさ、あ、そう。自分の歌こちらで。いや、これでもね、これが聞こえんよね。楽器やってないとない。やってないと分かんないかもしんない。でも楽器やってる人がいた。そう。トロンボーンかな。これやってるのは。トロンボーンってどんな音なの？なんかブーン。入ってますね。入ってます。細かいですね。ちょっとだけ教えて答え。あれだね。いや、ちょっとだけだ。トロンボーンの音聞いてみよう。なんでそんなクソレンみたいな。この音らしいよ。みたいな音。
今の基礎練だったし、そんなに低い音じゃない、うん、今の基礎練はトロンボーンのポジション1が決まってるやつだからポロンポロンしか聞こえなくない、ポロン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 しか聞こえない、ポロンポロンって何、ポロンポロンポロン、ピアノの音じゃないですか、あ、そう、あ、ピアノか、ポロンポロンしか聞こえない、あそこ聞こえやすいんだね、宣伝だけ急に近くポロンポロンしか聞こえんのよ、なんか聞こえますか、聞こえません、多分聞こえたらもう一回聞こえたら絶対聞こえるはずなんですよ、シップの関係上時間切れで、答えは動画の方で、あ、そうですね、動画の方で、はい。